えー、とんだばやし逃走事件ですね。えクライシスアクターの平だ也えこの事件をね、え見ていきたいと思います。え昨夜ですね、え一本動画を撮ったんですけどもね、えまた、えちょっと追加したいことがありましたのでね、えこれをね、動画に収めておきたいと思います。え今回もそうですけどもね、 えー、熱造事件というのにはね、えー、必ずこの33というね、えー、数字がマーキングされます。えー、これはね、スコティッシュライトのね、えー、フリーメイソンリーですけどね、えー。彼らの、えー、数字です。33。悪魔崇拝の数字ですね。えー、まあ、例えばですね、この、えー、最近あった 話題になった話ですね、この子男子高校生が、えー、間違われてね、えー、この飛騨純也にね、似ているということでね、えー、パトカーに追跡されて、えー、そして衝突し,、えー、したという話なんですけどもね、これも、えー、30, 30日ですね、そしてこの30歳、飛騨純也30歳、えー、こういうので、三3がマーキングされてるわけですね。 他にもありますえ。まずね、この運転していた、えー、男子高校生ね、この花区でしたよね。こ、えー、の花区の男子高校生。えー、このこの花っていうのはね、えー、33数日でしたよね、えー。そしてね、今回の事件ですけどもね、 え前回はね、えー、ちょっとアップしてなかったので、えー、見落としましたけどもね、これをね、アップするとね、えー、動画をアップすると、この33がね、マーキングされてるっていうのがね、えー、よーくわかります。ここ見てください。えー、前回はね、うと3しか見てませんでしたけどもね、えー、よーくアップしてみるとね、ここに3、 ここに3ね、えー、33がね、えー、マーキングされてます、えー。もうちょっとアップしましょうかね。えー、これで最大ですけどもね、33がね、えー、マーキングされてます。えー、それから今回ね、えー、時間、事件のね、あの舞台になっている松原市ですね。 え一応、容疑者の実家ということにえなってますけどもね。これもね、松原市松原市っていうのはね、三十三数日になりますね。こういうふうにね。松原市え松原市3三十三数日ですね。カルディアですね。それからね、この、羽びきのしですよね。羽びきのし。こちらもね、事件の舞台になっておりますけどもね。 こちらもカルディアンでね、え三十三数日になります。えー、バッグをね、ひったくったり、えー、していたわけですけどもね、このハビキの死、えー、これも三十三数日です。えー、逃走したね、えぇ、ー、とんだのね、えぇ、ー、とんだでしたけどもね、交流所でしたけどもね、えー、こちらはね、 数費が、えー、44ですね。これもね、オカルトの44になります。あの、44というのはね、えー、ABC で言えばね、あの、D になりますね。ABCD が4ですね、えー。順番で言えばねアルファ、アルファベット順ですよね。で、えー、DD ということになりますね。えー、Death とかね。 destruction ですよね。破壊とか死とか破壊とかそういう意味にもなります。A44 っていうのはね、えー、DD ですね。オカルトの44ですね。これ見ていると面白いですね。えー、3番目に C がありますけどもね、えー。CC とかなればね、コカ・コーラとかね。えー 13番目に M がありますけどもね。ミッキーマウスですよね。MM ですよね。あと、8番目 H とかね。ハイル・ヒトラーとかね。88ですね。えー、それから、KKK というのもありますね、えー。K は11番目なんでね。えー、11、11、11で33になりますね。えー、それから NRA とかね。 えー、全米ライフル協会とかありますけども、これ合計すると N が14、えー、R が18、えー、A が1ですからね、これも合計したら33になりますね。えー、他にもね、たくさん数字の組み合わせでね、えー、33になるように、えー、なっています。えー、メグロのね、えー、船とユアちゃん、ね、虐待死事件がありましたけどもね、 え、これ、旦那の方ね、船戸雄大でしたけども、え、彼の数比はね、カルディアンで44になりますね。え、この、メグロの虐待死事件もね、やらせなんですけどもね、え、3月3日に逮捕、船戸雄大ね、え、旦那の方、え、こちらね、33歳でしたよね。 ちょっとね、脱線してちょっと申し訳ないんですけどもね、この目黒虐待しね。えー、逮捕当時はね、こういうふうに髪、髪の毛が伸びてました。えー、それがね、えー、その後はね、えー、髪の毛をね、切っていますね。3月当時はね、髪を伸ばしてました。ね。 333。えー、これにもね、意味があります。こちらはね、3K フォトですか ?3K フォトですね。えー、送検された時の、えー、6月8日の、えー、配信、えー、された記事の写真ですけどもね。顔をよく見てみてください。この、ね、坊主になった船という題ね。 私の気のせいかもしれませんけどね、ここに、えー、目が見えます。ね、イルミナティの、イルミナーティのね、目がここに見えます。ね、それから、なんとなくですけどもね、これなんか形がフクロウの形に似てますね。えー、私の気のせいかもしれませんけど、ここに目が2つありますね。これが耳、耳のような形になってます。 まあこういう感じですね、えー。横向きではなくね、縦向きにね、えー、目のようなね、印がついています。これね。フォトショップか何か知りませんけどもね、えー。明らかにね、こういうのを見せたいと思って作っているのだと思いますね。 えー、それからこの虐待し、えー、したとされる船とユアちゃんですけどもね、えー、この、えー、右手を上げた、ね、写真、これがよく出てきます。えー、これもね、意味があります。ね、この右手を上げるポーズとピースサインですね。 この右手をね、えー、高く上げる仕草。ね。えー、ローマン、サルーって言いますけどもね。ローマ式、バチカン式の敬礼の仕方ですよね。イルミナティとか書いてます。ヒトラーもやってます。ここね、エリザベスもやってます。オバマもやってます。あノルド・シュワレッツネッガーもやってます。ね。ブッシュもやってますね。 みんなやってますね。えー、バチカン、えー、バチカンにね、えー、忠誠を誓うっていうことをね、これで表してるわけですね。えー、こういうクライシスアクターがね、えー、お涙頂戴の演技をね、喧嘩台の前でやりますけどもね、えー、すべてやらせですからね、えー 騙されないようにしてください。えー、喧嘩台のね、お供え物ですけどもね、必ずこのミッキーマウスがね、えー、お供え物としてね、えー、登場します。えー、ミッキーマウスはね、MM ですね。えー、MM っていうのはね、横にすると33になりますから。えー、新潟の女児殺害事件。 え、小林遥の事件もそうでしたけどもね、え、喧嘩台にね、この、え、ミッキーマウスが、え、必ず、え、お供え物としてね、登場してきます。え、かなりちょっと脱線しましたけどもね、このだンダ林ですね、面白いですね、え、偶然かもしれませんけども、え、この、 富の字ですよね。富の字ってちょっと連想されるのは富山交番の発砲事件ですね。それの富山のとですよね。それでその、えー、交番の名前は奥田交番でしたよね。えー、それで田が入ってます。そしてこの林ですけどもね。えー、新潟の女児殺害、えー。これで小林遥っていうのがいましたよね。 えー、容疑者としてね。ということでね、この偶然かもしれませんけどもね、この富田林っていうのはね、えー、過去のやらせ事件、えー、富山公湾発砲事件にしろ、えー、新潟の女子殺害にしろね、過去のやらせ事件を連想される、えー、名前ですね。えー、3000人体制で捜索も、平だ也容疑者。 三十と書いてありますけどもね。こういうテロップでもそうですよね。三三。ね。マーキングされてます。ね。実際三千人、えー、体制、うん、ではないでしょう。えー、これの十分の一。またね、それ以下だと思いますね。えー、事件というのはね、えー、やらせだということは警察が一番知ってますからね。えー、こういうのもね。 すべてにおいて嘘ですね。えー、それからこのインチキ、えー、監視カメラ映像ですね。えー、ひだじや容疑者が映っていたとされる映像ですけどもね。これも合計するとね、2018年8月、8月13日、えー、21時4分3秒ですね。えー、これ合計するとね、33になりましたよね。 こういうね、監視カメラ映像がね、えー、撮りやすくなればなるほどですね、え熱、ー、像映像というのもね、えー、撮りやすくなりますね。えー、そして、えー、この熱像映像を元にしてね、えー、体臭を誘導することがね、えー、今まで以上にね、より簡単になるわけですね。 そして何回も、えー、毎回言ってますけども、この33という数字ですね。33という数字は、えー、スコッティッシュライトのフリーメイソンリーのね、えー、最高回の数になります。必ずこの33がね、熱、えー、造事件でマーキングされます。えー、これはね、FNN のね、えー、動画ですけども、えー、これもね、 えー、合計数、えー、時間の長さね1分33秒ですね、えー、こういうところにもマーキングしてます動画の長さですねちょっと聞いてみましょう、えー、大阪富田林警察署からあ曽田淳也容疑者が逃げ出した誰ですか曽田淳也って言いましたよね今ね曽田容疑者が逃げ出した事件は署からあ曽田淳也容疑者が逃げ出した事件 署から、曽田淳也,也容疑者が逃げ出した事件は、警察の不手際ばかりが目につきますが、そもそも逃げた容疑者が一番悪い。いや、私はこの、捏造事件を作った側が一番悪いと思ってますけどもね、それで NWO アジェンダをね、遂行しようとね、思っている人たちが、一番悪いと思ってますけども。そして、まるで逃走してくれと言わんば、 存在者というのは絶対的に、えー、悪いですし、決して許すことはできません。なぜならば周辺住民を不安に陥れているからです。周辺住民を不安に陥れているのはえあなたたちメディアなんじゃないですか。え捏造事件をね作った側は、えー、罪に問われないというね。 本当に狂った世の中だと思いますね。えー、メディアにね、えー、洗脳されてないそう、えー、鵜呑みそうでない方たちはね、もう、えー、お気づきだとは思うんですけどもね、えー、再度ね、この富田林署師匠から逃走した、日田じ也容疑者の件ですね、事件。えー、逃走劇。これはね、 え、追加で、え、ちょっと動画をアップしたいと思います。え、これはね、え、パトカー追跡、え、高校生が事故死亡という、え、事件ですね。え、逃走容疑者に似ている、え、という通報があったということでね、え、パトカーが追跡していたわけですけどもね、こういうふうに書いてます。え、大阪府警、え、とんだ署から逃走した、 平だ純や容疑者に似た男がバイクに乗っていると通報があり、追跡。えー、それで追跡してね、えー、この高校生、男子高校生がね、えー、亡くなったという話になってますけどもね、えー、これも、もう一回ね、えー、検証していきたいと思います。えー、事件はね、えー 8月30日でしたね。8月30日の9時半頃。えー、まあ、日テレニュースでは9時半。まあ、他の、えー、ニュースピードなんかでは9時25分になってますけどもね。えー、これは日テレのニュースからですね。日テレニュースの動画からです。これもう一度見ていきたいと思いますね。 俊也容疑者に似た男がバイクに乗っていると通報があり追跡したところバイクは一方通行を逆走したり信号無視をしたりしながら逃走、まあ、昨日申し上げましたけどもね、えー、バイクはねバイクの破損が、えー、全然足りてないと思いますねでチョークの書き方も,もめちゃくちゃですねパイロンもなぜか、えー、多すぎますね 9時半ごろ大阪市西区安治川の路上でえこれが現場の、えー、風景ですね。ここにバス停があります。歩道にね、えー、乗り上げてたという話でしたけども。そして歩道にね、えー、血がたくさん流れてたという話ですけどもね。 えー、標識が置いてありませんね。そういう,う、感じではね、ないですね。どこにいたんでしょうね。その、男子高校生は。えー、バイクはこの辺までね、飛んできてますけども。えー、その高校生がいた場所っていうのはね、全くわかりません。えー、血だらけになってたっていう目撃情報があるんですけどもね。 警のパトカーに追跡されていたバイクがカーブを曲がりきれずバス停に突っ込み転倒しました。運転していたのは17歳の男子高校生で、頭を強く打つなどして搬送先の病院で死亡が確認されました。大阪府警によりますと、とんなでこういうふうにね、ええー、お捜査員がね、ええー、柱、バス停の柱を調べてますけどもね。 えー、なんかそういう風な感じではないですね。おそらくここに、あの、衝突してるわけですよね。この辺をね、重点的に見てますから。林署から逃走したた也容疑者にに似た男がバイクに乗っていると通報がこういう風にちょっとこう、全体を見ますけども、えー、死亡事故にしてはね、 えー、この捜査員の数がね、えー、鑑識か何かの、えー、捜査員ね、圧倒的に少ないと思いますね。この死亡事故だったらですね、もう少したくさん、えー、鑑識とか捜査員がね、えー、いないといけないと思いますね。追跡したところ、バイクは一方通行を逆走したり、信号無視をしたりしながら逃走したということです。 大阪府警によりますと、男子高校生は無免許で、バイクは盗難車だったということです。うん、大阪府警は、追跡行為は適切だったが、亡くなられたことは大変残念ですとコメントしています。そもそもね、この飛んだ林の逃走劇っていうのはね、えー、捏造劇ですから、やらせの事件ですからね。えー、話はね、えー、何とでも作れます。そしてね、 えー、この大阪府警警察にとってね、えー、有利に働くようなね、ストーリー展開をしていきます。えー、まあ、この男子高校生はね、無免許でバイクは盗難車っていうことだったんですけどもね、えー、正当化したいわけですね。えー、過剰な追跡、パトカーの追跡、えー、これをね、えー、認めてもらいたいわけです。世論にね、えー、こういうことをしてもね、えー、被害者は、 えー、亡くなっ過剰な追跡で、えー、亡くなったけど、えー、これはね、仕方ないことだった。ということで、ね、えー、世論の納得を得ようとしていますね。えー、そういうふうにね、世論を高めているわけですね。大阪府警は、追跡行為は適切だったが、亡くなられたことは大変残念。ね、追跡行為は適切だったが、亡くなられたことは大変残念です。ね、これから、 こういう過剰な追跡、パトカー追跡をね、どんどんやりますよっていうことをね、えー、世論の納得を得ようと思っていますね。でストーリーはね、熱動ですから、えー、この高校生はね、えー、悪いような役柄ですね、えー、悪役のようにね、えー、キャラクター設定されてるわけですね。そして、えー、警察はね、 えー、何をやっても、えー、正義なんだというふうにね、えー、まあ世論を誘導していくわけですね。えー、高校生がね、無免許で、えー、バイクは盗難車ということでね、えー、高校生のね、えー、死んだのは自業自得だというふうにね、誘導していきます。えー、こういうふうにね、えー、メディア、 各メディアが揃って報道するとね、えー、ほとんどの人はね、えー、その話をね、信用してし,しまいますね、えー。ほとんどの世論はね、えー、簡単に、えー、洗脳、えー、簡単にね、えー、誘導されます、えー。こういうね、事件の具体的なところをね、えー、見ません。そしてね、鵜呑みにします。このね メディアの言った通りのことをね、えー、信用します、えー。テレビなどのね、えー、メディアが言ってるんだから、えー、嘘つくはずがないじゃないかって思われるかもしれませんけどもね、えー、そういう方たちはね、まだまだあのメディアの怖さをわかっていませんね。ね、こういう人たち、ね、えー 嘘つくはずがないっていうふうにね、見えるかもしれませんけどもね。実際は違います。えー、アナウンサーの顔っていうのはね、えー、嘘をつくような顔には見えませんけども、えー、実際ね、裏の顔っていうね、こういう顔をしています。えー、彼らっていうのはね、平気で、えー、嘘をつけます。魂っていうのはね、 えー、とっくの昔にね、悪魔に売り払ってますからね。えー、NWO アジェンダをね、えー、遂行するためにはね、えー、平気で嘘をつけます。ね。これ、おべいって書いてますよね。従えって書いてますけどね。えー、この顔っていうかね、えー、ジョン・カーペンターですね。ジョン・カーペンターの映画、ゼイリブですね。えー、その顔ですけどもね。 メディア洗脳がね、溶けてくると、ね、えー、裏の顔、こういう顔がね、えー、見えてきます。そしてね、えー、サブリミナルで入ってるね、えー、文字も見えてきます。ね、後ろにこの、オベイって書いてますけどもね、実際別の絵なんでしょうけどもね、えー、洗脳が溶けてくるとね、この、あの、サビ、サブリミナルのね、文字まで見えてきます。 従えっていうね、我々に従えっていうのをね、えー、サブリミナルメッセージで入れてるっていうのがね、えー、よくわかってくるかと思います。 えー、これは朝日のね、えー、ニュースですけども、えー、バス停を映しますけどもね、え決してアップ、えー、することはありません。えー、最大でね、えー、この辺ぐらいまでしかアップしません。えー、通常ならね、その衝突した部分、えー、バス停の柱を映、えー、すのが普通と思われますけどもね、そういうのをやりません。見てください。 落書きですかこれ。ね落書きのようなチョークの入れ方をやってます。ええー、まあ、ちょっとだけね、アップしたのもありましたけども。ええー、確かね、この部分あたりにね、衝突しているのを鑑識が調べていましたよね。なのにね、この朝日はね、えー、この辺を撮ろうとしません。えー、そしてね、えー、バス停です。バス停の 名前もね、えー、メディア全然伝えようとしませんね。こういうのもね、みんなが調べるとまずいわけですね。そこに跡がないわけですから。ね、衝突した跡が全然ないわけですから、熱動ストーリーなんですから。それでね、みんなが確認できないように、えー、バス停の名前はね、伏せてます。えー、衝突したとされるね、 えー、柱の部分を映さずね、すぐ下の方をね、えー、カメラ映します。ね。わざとらしいことをやっていますね、こういうふうに。ね、綺麗なもんです、この柱はね。えー、必死にね、えー、現場周辺を撮っていますけども、全く関係ないところをね、撮っていますね。 えー、このバス停の横のね、えー、ガードレール一本ね、えー、外れてますけども、何なんですかこれ、ね。全然曲がっても何もないのにね、なぜか外れていますね、えー。いくつかのメディアね、こうやってね、バス停の名前をね、伝えてますのでね、えー、ぜひね、この西区の安治川というところのバス停に行ってね、えー、柱をね、確認してみてください。現場周辺ね。 あと、地のりもありましたから、えー、その地がね、えー、人口の地のりなのか、えー、本当にその、ね、高校生の地なのか、えー、そういうのもね、調べるとね、面白いかもしれませんね。えー、これはね、スポーツ報知の記事ですけどもね、9月1日の部分ですね、逃走犯2のバイク。 何とかに追跡され、事故死17歳、高校生だったっていう記事なんですけどもね。えー、ね、なぜかこういう、う写真になってますね、えー。バス停の支柱をね、遠くから撮ってますね。なぜか近くから撮った写真はありません。そして、この目撃情報ですね。目撃情報ね。 バス停付近に住む60代の男性は事故の時はガシャンというものすごい音がした。事故が起きる前からパトカーのサイレン音が聞こえていたそうで、ものすごいスピードで走っていたんだと思う。横たわってる、えー、男の子の周りには1メートルくらいの血だまりができていて、ね、1メートルくらいの 血だまりができていたってことなんですけどもね、えー。夜の映像ではそれは確認できませんでしたね。1メートルもありませんでしたよ。ね。別荘の目撃情報ですね。これをね、えー。全然こういうのはね、えー、作り話ですね,、えー、ね。ものすごい音がした。事故の時はガシャーンとものすごい音がした割には、 ね、柱はどうにもなっていません。ね。ね、えー、見ての通り、ね、ものすごいガシャーンという音がしたのにね、えー、その部分は綺麗なものです。